5月5日の子どもの日を前に端午の節句を祝おうと高浜町の民家3軒に今五月人形が展示されています。こちらは高浜町立石の赤尾美雪さんの自宅に飾られた五月人形。およそ30年前に購入した甲冑に身を包んだ人形と3歳の孫のために購入した銀の兜などが離れのスペースに並んでいます。毎年自宅の玄関に飾っていたという五月人形、今年は庭を整理したことから外からも見える場所に展示されました。おひなさんの時にも飾ってたんですけれども、五月人形もぜひぜひ皆さんに見てもらって、あ、子どもの日やないって分かってもらえたら、これを見て、はい、この前行ってはいろいろ触っていますし、喜んでこの前で遊んでますので、はい、飾ってよかったなと思います。続いてこちらは若宮の沢山田鶴子さん宅の五月人形。豪華な三段飾りの中央に甲冑姿の人形が陣取っています。昭和50年頃に購入し、子供と孫の成長を見守ってきたというこの五月人形、沢山さんは気軽に見に来てほしいと話しています。一応虫干し方々年に一度こなして、ひな祭りが終わるとこれを出しております。またもしいつでも 見れますので、通りがかりでもちょっと興味のある方はどうぞお立ち寄りになってご覧になってください。最後にこちらは3名の大谷かまぼこの店内に飾られた五月人形。勇ましい表情の鎧飾りの人形と弓飾りや模造刀が合わせて並び、迫力のある展示になっています。コロナ禍で観光客の数が少なくなる中、少しでも歩行者に楽しんでもらおうと設置されました。今こういうコロナ禍で通りを通るお客さんも少ないんで、外からでも見てもらえるようにと思って、そのままひな人形の流れで飾りました。お気軽に来てください。五月人形はいずれも5月の上旬頃まで展示される予定です。